岩津天満宮は愛知県岡崎志願津町東山にある天満宮である。通称は岩津天神。五歳人は菅原道真。岡崎観光きらり百選に選定されている。信仰明寺22世人誉れ商人が法歴9年に鎌倉絵柄山天満宮の分霊を誕生し、境内観音堂に祀るも霊夢により、 東山の現在地に誇らを混流し社殿を造営。その後、歴代商人の布教努力により、尾張、遠州、三河と信仰を広めた。明治維新後の神仏犯前例により、信仰明寺の所管を離れ、宇治子のない数計神社として、管理は岩津村に移された。1879年、火災により社殿は消失。これを聞いた、立山主元の布教に、 三河を訪れていた富山県立山の足倉寺の大アジャリ万全が不況の折、常宿としていた壁難の実業家で人造石発明者、服部長七に復興支援を依頼した。1900年6月、服部長七は数形者総代に就任、本殿祭建臨時祭典を執行した。1911年、岩津天満宮ご本殿祭行を果たす。1912年、 岩津天満宮に陰性。1919年に、現在の廃殿を造営した。1929年、かぐら殿が建てられる。1971年、厚田神宮宮庁舎を移築、社務所が改築される。1980年、本殿が改築造営される。1988年、現在の社務所が造営される。2011年、本殿、平殿。 ハ殿が回収される。服部長七以降、新職は服部家が継承している。仙台宮司の服部貞弘は、長七の孫で、1963年から1979年まで、岡崎市議会議員を4期務めた。市議時代は、浦野幸男衆議院議員の派閥に所属。1971年4月の岡崎市長選挙に向けて浦野派の内部で、 近藤春次県議を押す動きが出た際は、近藤に文はないと読んだ、浦野の命を受けて、調整に走り、内田義久県議の候補者一本化に一役買った。1977年1月16日に、浦野が休死すると、浦野派の服部と、大田新一義は、後継者を岡崎市から擁立するための運動を開始。しかし豊田勢に先を越され、浦野の地盤は、 娘婿の浦野康雄が継いだ。服部貞リ・は1983年、新憲法の制定を目標に掲げ、日本の過去の戦争を、アジア解放の正義の戦争と肯定する、保守系団体、新党政治連盟の会長に就任。1992年、会長を退任し、常任顧問に就任。1997年、岩津天満宮宮司を引退。 新職を退いた後、極右団体、日本会議の顧問に就任。長年にわたり右派運動の中枢にいた。2016年8月18日、死去。元宮寺の服部範明も、本職の傍ら、新党政治連盟幹事長、同愛知県本部会長、日本会議愛知県本部代表委員、中根義隆県議の講演会会長など数々の要職を務め、 先代と同様の政治活動を遂行している。ありがとうございます。